皆様、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより渋沢栄一新一万円札発行記念くす玉開きを始めさせていただきます。本日の司会を務めさせていただきます富岡シルクレディの宇治田ひいなです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日令和6年7月3日より富岡製糸場ゆかりの人物であります渋沢栄一王が肖像の新一万円札が発行されます。また渋沢栄一王生誕の地である深谷市は富岡市と平成25年に友好都市提携を締結しました。そんな富岡製糸場、富岡市と深く関わりがある深谷市の偉人渋沢栄一王の新紙幣発行を皆様とお祝いするためくす玉をご用意いたしました。それでは早速にはなりますが、くす玉開きを行っていただく皆様方をご紹介いたします。富岡市榎本義則市長、よろしくお願いします。富岡市議会議長佐藤信二様、はい、よろしくお願いします。富岡市大島康弘副市長、よろしくお願いします。富岡市服部幸男教育長、はい、よろしくお願いします。株式会社まちづくり富岡社長小堀義雄様、はい、よろしくお願いします。富岡市観光協会会長武井哲郎様、本日は代理で新井専務にご登壇いただきます。よろしくお願いします。富岡製糸場解説員の会会長木内哲夫様、はい、よろしくお願いします。そして富岡市のイメージキャラクターおとみちゃんです。それではここで榎本市長よりご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。そして今日は渋沢王のですね、新一万円印刷発行、誠におめでとうございます。先ほど司会の方からもございましたけれども、渋沢栄一、深谷市の出身でございます。本市とゆかりのある方のですね、新一万円札ということで本当に大変嬉しく思っております。そして何よりこの富岡製糸場をですね、建設の際に設置主任として活躍されたのが渋沢栄一王であります。今日この一万円札発行を機にですね、富岡製糸場また深谷市等にですね、皆さんに興味を持っていただき、この製糸場に出かけていただいたり、深谷市との交流をですね、深めていただくということを切に願っているところでございます。今日は皆さんとともにこの新一万円札の発行をお祝いしたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。榎本市長ありがとうございました。それでは皆様、くす玉の紐を手にお取りください。それでは榎本市長のご発声でくす玉の紐をお引きください。はい、新一万円札発行おめでとうございます。せーの、新紙幣発行本当におめでとうございます。皆様ありがとうございました。なお本日からこちらの東沖繭所のスペースにて渋沢栄一と富岡製糸場の企画展を9月30日まで開催しております。ぜひご覧ください。以上をもちまして渋沢栄一新一万円札発行記念くす玉開きを終了させていただきます。皆様ご協力ありがとうございました。また富岡製糸場では新一万円札の発行に合わせ渋沢栄一のミニ展示コーナーを開催しています。ここでは渋沢栄一と富岡製糸場の関わりをクイズ形式で紹介しています。これから学校が夏休みになる子どもたちにも渋沢栄一や富岡製糸場に親しみを感じていただけるような展示となっています。例えば富岡製糸場の建設に関わった渋沢栄一ですが、実は幼い頃から富岡に来ていたようです。そこで問題です。幼い頃の栄一はどうして富岡に来たのでしょうか。 A. 抜き先神社にお花見に、 B. 藍玉を売りに、
C、サファリパークに遊びに。正解は B、藍玉を売りに来ていました。藍玉とは藍という植物の葉を発酵させて固めた青色の染料です。渋沢家はこの藍玉を生業としており、渋沢栄一は注文を取るお手伝いに富岡周辺まで来ていたそうです。このように富岡と渋沢栄一の関わりをクイズ形式で楽しく紹介しています。こちらは記念写真コーナーです。ほぼ等身大の渋沢栄一のイラストパネルや1万円札のイラストパネルなどと一緒に記念写真を撮ることができます。この展示は7月3日から9月30日まで富岡製糸場東沖繭所で開催しています。皆様のご来場をお待ちしております。